日本の敵国ロシアですが着々と弱体化しています。見に来てくれてありがとう。もしロシアがウクライナの4州を占領できてもソ連時代の装甲車両のストックを大量に消費してちゃんと訓練した食糧軍人を使い果たして経済が北朝鮮のようになった事実は変わらないもんね。日本やバルト三国からすれば将来自国の兵士を殺害するかもしれなかったロシア兵がウクライナで消耗されるのはありがたいことですね。悲しいけどこれ戦争なのよね。そんなロシア軍さんはプーチンが指示した9月中のクルスク州奪還を達成できず5万人を超える大軍勢を投入しながら前進できずにいます。他の前線からも予備兵力を集めた結果がこれか。クルスク州の要衝2カ所を見てみましょう。まずはクレニャノエです。ウクライナのクルスク進軍以来の紛争地クレニャノエにはロシア海軍第810歩兵旅団が孤立しています。ウクライナ軍が逃げ遅れたロシア軍の部隊を包囲しているのね。ロシア軍の補給路のほとんどはすでに潰されていておそらく意図的にウクライナ軍が残しているであろう。チェプトホフカからの不安定な道が1本だけ残されています。全てを潰すとロシア軍が隠れて補給しようと画策するけど1本残しておけばここを通る補給部隊を効率的に攻撃できるもんね。実際にチェプトホフカへ繋がる道はウクライナ軍の射撃統制下にあります。またクレニャノエ村の地形は周りを高台に囲まれていてロシア軍は籠城しやすいですが反対にウクライナ軍にとって包囲しやすい条件のようです。つまりロシア軍はここから抜け出せないし兵糧攻めをされると補給もままならない地形なのね。ロシア兵にとって地獄のような辛い状況だわ。ウクライナ軍は過去2週間で徐々に包囲を狭めていてドローンと榴弾砲による攻撃を強めています。クレニャノエの陥落は時間の問題ね。この地域のロシア軍将校もクレニャノエからの脱出を見限ったのか現在は西側面のウルゴフカへ焦点を移しています。しかしウクライナ軍は持ちこたえていますね。奇襲は成功しなかった模様です。ロシア軍の上層部も自分たちが粛清されないために必死ね。彼らにもモスクワに残してきた祭司がいるのよ。続いての要衝はマラヤロクニャです。女性刑務所を拠点としてロシア軍が要塞化した前線のこの地域でもウクライナ軍が包囲して脱出ルートを封鎖しました。ロシア軍に学習能力はないのかな。ちゃんと訓練を積んだ下士官が現場から失われると同じ負け方を繰り返すのね。ロシア兵の部隊がマラヤロクニャに取り残されたため司令官は救援チームをよこしましたが意味をなしませんでした。ウクライナ軍のドローンが上空を制圧した結果ロシア軍の補給路が断たれてしまったのです。今は有人航空機の制空権だけではなくてドローン同士の制空権も重要になっているのね。マラヤロクニャについてもウクライナ軍は補給路を途絶させて兵糧攻めをしています。またロシア軍はウクライナ軍が攻勢を強めているクルスク州の別地域グルシコボでの対応を同時に求められているためマラヤロクニャに人員を割けない事情もあるようです。ベセロエに入ったウクライナ軍がスナゴストにいるロシア兵を包囲するためグルシコボを進んでいるのよね。グルシコボで防衛を同時に行わなければならないだけでなく包囲を突破する作戦では多大な損失が必要になります。ロシア軍は数の劣るウクライナ軍に対して人員不足の状態に陥っているのです。絶対的な兵力差が作戦上の兵力差に直結しない良い例ね。ウクライナ軍は自国で高性能なものから安価な種類まで多様なドローンを大量生産しておりロシア軍の動きを綿密に監視して補給車列を的確に攻撃しています。ウクライナ軍は人的資源を保全しながらロシア軍を孤立させ忍耐強く包囲し戦っているのです。ロシア軍の1日2200人以上の命を燃やしながらとにかく兵士を注入し続ける戦法とは対照的ね。もちろん背景には西側の技術と資金が投入されるウクライナと数カ国とのブロック経済で北朝鮮化するロシアの違いがあります。特にウクライナの軍需産業が英米から学習している半導体技術や AI 技術には目を見張る進歩がありもうすでに戦場を AI を搭載したドローンが兵士や車両を識別して情報を収集しておりあと数ヶ月もすれば AI が敵兵士を発見し攻撃する自立型のドローンが導入されます。情報技術の進歩においてロシアや中国やイランがアメリカを超えられるわけがないのよね。 Google の子会社や技術者がウクライナの兵器開発部門に参加していると親ロ派が発表していますがウプ主はあり得ると思っています。ウクライナ軍の実地試験のデータは喉から手が出るほど欲しいでしょうからウクライナにとってもアメリカにとっても間接的に日本にも利益のある話だもんね。さて最後に中国の情勢についてもお伝えいたします。ロシアが弱体化して中共は喜んでいるし今の日本にとって危険性はロシアよりも中共の方が上だわ。そんな敵国中国で37歳男性による無差別殺傷事件が発生しました。上海市のスーパーマーケットで男性が刃物で手当たり次第に突き刺し始め3階から1階まで老若男女を襲ったそうです。映像を見ると子供を含む18人が血を流して倒れている惨状で3人が死亡し15人が怪我を負いました。うわーテロじゃん。ナムアミダブツナムアミダブツ。容疑者は経済的問題を抱えていたらしくやはり原因は中国の長引く不景気です。中国経済は流行病でロックダウンをした不景気から不動産バブルへの復帰に失敗しバブルが崩壊したまま放置する暴挙に出ています。なんでよ。
習近平や共産党にとっても不景気を改善しないと人民の不満がたまるばかりじゃない。バブル崩壊を処理するには、価値のなくなった不動産を政府が切り捨てる必要があります。しかし権威主義社会の上下関係では権力者の持っている資産を無価値であると断罪するわけにもいかず、また人民の不動産価格を正当な値段まで下げるわけにはいかないのです。そっか、中国は民衆が貯金の代わりに不動産をローン組んで買っているんだもんね。貯金の値段を下げる政策をして消費を激減させる攻撃はできないんだ。つまり不景気のまま半永久的に抜け出せません。就職氷河期が10年20年と継続する最悪の状態になっているのです。うわぁ、ヘルチャイナ。どうやら中国当局は今回の無差別殺傷事件について火消しのために情報を統制しており、事件現場であるスーパーマーケットの店員が公安から他言無用を言い渡されているようです。大陸の SNS からは動画も消されていますね。不満が連鎖して模倣犯が発生するのを恐れているのね。中国人民の気持ちを考えてみましょう。格差社会で上流階級へ行くために凄まじい受験戦争を戦い、朝から晩まで寝る時間を惜しんでブラック労働をして、絶対に上がり続けると言われて高額なマンションを購入し、その結果が不動産バブル崩壊でマンションの価値は不明に、もしくは受験戦争や労働競争で敗れたら、就職氷河期で仕事を得ることすら厳しい不景気です。こりゃ無敵化して殺人事件を起こしますわ。中国は資本主義経済として成り立たない状態にあるため、政府が舵取りをするには社会主義化する道しか残されておらず、一時的には計画経済で復活するだろうと思われます。でもソ連が崩壊したように、計画経済は資本主義社会に比べて成長が偏るし遅いのよね。一人当たりの経済力が伸びませんからね。着々と文明の水準は日本や韓国よりも相対的に下がっていくでしょう。じゃあ台湾に侵攻するなら軍事費の用意できる今のうちね。うぷ主もそう思っていたところで、こんな不穏なニュースが出ていました。国内を混乱させるための工作員が台湾へ密航しているのね。アメリカの予算や兵器がウクライナへ流れていますし、日本の防衛予算も増額してからまだ日が浅いタイミングです。宗教から見て最善ではありませんが好機でしょう。怖いわね。というわけでうぷ主の腰が限界なので今日はこの辺で。まだピチピチの大学生なのに、チャンネル登録と高評価、コメントお待ちしております。